こいいよ。ただいまより毎日スケバン連合の緊急集会を行う。今日はご覧になってもらってのほかにない。最近放射線科の局員で放射線科のことをよく分かってないやつ。そこで浅井は今日は浦島太郎の話を紙芝居にして ただ一人でやってもつまんないから手伝ってもらうね。そしたらじゃあそこのタラコ浅いタラコ浦島太郎の太郎になってます。座ってていいよくてはい、そしたら浦島太郎は放射線科の何グループが大好きです。腹部だそうです。その腹部グループの中で大好きな先生は誰々です。腹部の中で好きなのは知らないのかよ。はい、じゃあもう一人じゃあ誰にしようかな。じゃあ今目が覚めた。じゃあ練習しましょうね。じゃあ放射線科の GI グループの松浦大先生のすごいところは？ないですね。浜辺に散歩に行くと何やら若者たちがある生き物をいじめてました。その生き物とは何でしょうか。惜しい。亀を助けようと浦島太郎はこのガキ大将に、どうしたら許してくれるんだと聞きます。するとこのガキ大将は何々10枚で許してやろう。その何々10枚とは何ですか。論文に行きます。無事助けてもらった亀は浦島太郎を乗せて竜宮城へ案内します。すると、浦島太郎はその亀に釣られて、うわーとっても速くて快適な〇〇ですね。そのとっても速くて噛みましたね。とっても速くて快適なモロトーは亀に乗って快適ではなくてとっても速くて快適なものでは入江さんの部屋です。そして、竜宮城に無事着いて、たくさんのごちそうをいただきました。そのごちそうを見て浦島太郎はとっても美味しそうな〇〇ですねと言いました。はい、はい、ありきたりですね。とても美味しそうだって今ピザと寿司に興味がある。そして、無事、竜宮城から帰ってきた浦島太郎ですが、何やら浜辺に戻ってくるともう20年の歳月が経っていました。そしておかしいなと思って開けて
玉手箱を開けてみるともくもくと煙が出てきました。すると浦島太郎は20年後のとっても偉い偉い放射線科の先生になっていました。その先生の名前は本田先生。まっちゃんに。